でも森島さん同じフォワードとして、はい、あのシーンを確実に決める柿谷陽一郎はどうですか。いやあれはねやっぱすごいですよね。あれチームとしてはあのビッグチャンスね、うん、あの局面で、うん、あそこをなかなか行って取れなかったらまだ苦しい立ち上がりだよね。ホタルが頑張ってあそこで奪ってインターセプトしてのあのパス見事でした。最後頼むようちゃんっていう感じのパスでしょ。そう。その思いをみんなの思いを乗せてキーパーの動きよく見てました。いや、はい、あれでも上半身でニア行ったんですかね。え、上半身でニア行こうとしてファーに速いボールを上目に蹴ったんですよね。あれちょっとタイミングずらしてこう蹴ってるじゃないですか。ハッタが先に動いてますもんね。動いてますから、すごいわ。あれもうその流れで思いっきり打ったら多分キーパーボール触ってますよ。アンバサダーやったらどうするんですか。あれ僕だったら一回キーパーに当たったのもう一回こぼれ球、はい、あるあった。なるほど、そういうことね。あんまさに劇場班によう怒られてました。そうそうそう、今俺の足が見えると本気で怒られてましたからね。そんな話やねん。そう、ユンちゃんに呼び出されて、モリシちょっと俺のアシスト消えるやんけって、めっちゃ本気で怒られてましたもんね。ちょっと待ってください、この流れだったら前回と同じ。ほんまやお前トークショーになる。あかんうろうろしよう、うろうろしよう。どうしよう、あんまさな、どこうろうろしよう。どういう風にしますか。とりあえず座ろうか。とりあえず座らない。でも皆さんのこの期待の話は何ですか。ローローすこれなかなか難しいですよ、この流れ。そうですね、まあ、もう一回乾杯ですか。乾杯、勝ち点3やから3回までは乾杯できますから、ね、なるほど。それではあの、そう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 、西川さんが気の利いた乾杯をしていただきます。皆様、1ヶ月10日ぶりの勝利ということになりまして、無失点2対0で勝利ということになりました。この後アウェー大分でホームで湘南、ラスト3にはどでかいの待ってますから、そこまで連勝でいって最高の準備でタイトルを狙いたいと思います。じゃあそのために皆さん上げていただいて、声ハローお願いします。乾杯。やってもいいね。髪型おしゃれやな。いいね。森島さん荷物持ちすぎっすよ。しかし本当ですね。わさびかきピーめっちゃうまいですからね。ほんまに。なんかちょっと当ての足らない方は言っていただいたら困りに来ます。販売しますよ。販売します。ではどっか座る。アンバサダー。